finally, on to, well, actually, second finally, since Luke has become. Well, then, care. Let's do it. I think I can put this one in Japanese. Just mainly because I keep wanting to English characters, but I also think I can run into many English characters and their stuff. ここか。噂には聞いていたが、ずいぶんと大層なお屋敷だな。本当にここでするつもりなのか。I guess it's because of wife's calls. 女子会のご招待か。神月亭のパーティーはすぐに殴り合う系になっちゃうから、今回もどうなんだろう。でも、あの家のスイーツには逆らえない魅力があるんだよね。ん？なんだあれ。ねえ、誰だか知らないけど。うわっ！今日は楽しい女子会だから、道場破り的なのは別の日にしてもらえる？いきなりなんだお前は！それはこっちのセリフ。焦げつけちゃって完全に不審者でしょそれ。おじぎの特徴を教えてやる。全力しろ。あとは任せたぜ。不審者のくせにやるじゃない。いや、あた、俺は。じゃなくて。わあ、久しぶり。ちっとも変わってないね。ちょ、そのトゲ野郎って知り合い？いや、だから。違うよ、伊吹。野郎じゃなくて、ほら。風間明ちゃん。女子だよ。女子。女子です。すみません。この間久しぶりに連絡もらってお茶でもしようってことになって、だったらってことで神月さんがお茶会に呼んでくれたんだよね。ああ、今日の女子会ってそういうあれか。はい、お招きありがとうございます。なんだ、ごめんね、不審者扱いして。私は伊吹、二人はどういう知り合い？あ、その話しちゃう？あれはいつだっけ、アキラ。そうですね。あれは、私がある事情でヘルメットをかぶって男子校に通っていた頃ですね。さくら、俺はもっと強くなりたい。やらなくちゃいけないんだ。私が勝負して鍛えてあげる。さあ、遠慮なくかかってきて。いきます。I think after those, super bad things are coming. という感じで、修行をつけてもらった仲になるんですかね。ああ、殴ったり蹴ったりする方の仲良しか。やっぱりね。懐かしい。話してると、なんだかムズムズしてきちゃったかも。久しぶりに。どう？今日は女子会なのでは。だってもう伊
ぶきとはしちゃったんでしょ。あたしともやろうよ。近いですわよ、さくらさん。あ、うん、もしかして神月さん。はじめまして。こちらこそ、はじめまして、アキラさん。伝説の総番長、風間大吾さんの妹さんですわよね。お会いできて光栄ですわ。改めて、神月家のお茶会にようこそ。本日のお茶菓子は、さくらさんにおすすめされたお店デルフォンヌで取り揃えましたわ。ここのケーキ美味しいんだよね。一度食べてみたいと思ってたんです。嬉しい。最近すごく評判で並んでるお店でしょ。もしかして買い占めちゃった？調べたところ、将来性のあるお店でしたので、投資がてら経営権ごと買い取らせていただきました。商品モニターも兼ねて全品食べ放題ですわ。お店ごと？相変わらず桁が違うよね。食べ放題ごっくりですが、その前に風間明さん、はい、一つ手合わせを所望いたしますわ。神月さん、私てっきり今日はお茶を飲んだりお菓子を食べたりおしゃべりするものだと思ってきたんですけど。でもここのお茶会はどうしてかいつもこうなっちゃうんだよね。その人を知るに千の言葉より雄弁な戦いの一瞬がある。あなたもそれをご存知ではなくて、アキラさん。確かにね。私たちもそうして分かり合えたっけ、アキラ。神月さん、負けず嫌いだからね。さくらとやり合ったことのあるあなたと自分も戦ってみたいんだよ。わかりました。お相手させていただきます。私を満足させてくださったら、スイーツ大盛りに加えてビーチにご招待もお付けしますわ。それじゃあ遠慮なく行きます。女子会へようこそ。ほら、やだ、やめてください。やめてよ。あ、アキラって泳ぎうまいね。前に教えてもらって。誰に？彼氏とか？いや、そんなんじゃ。ねえ、それはそうと、この後する？何？すると言ったら勝負です。この神月カリン、同じ相手に二度と遅れは取りません。出た、負けず嫌い。え、またですか？次は私とだっけね、アキラ。Okay. That's why I didn't reconnect those characters, I guess. I agree, don't have much to say to this. It's just interconnecting characters, pre-established groups.
You can name friendships like this in fighting games, so... No, but it is. Gore is the best. The character story. This is decent, it just doesn't... Yeah, I don't like when it doesn't explain stuff and then with Aura's Ender Account it kind of gives an explanation. Or at least what I think is what it could be. At least. It could be a lot more fake to say if there's only one. Nice. So for now, that's it.